さて、この征夷大将軍ですが、そもそもはなぜ生まれたんでしょうかね。そもそもは、これですよね。東北地方の衍氏と呼ばれた人々、彼らを倒すために朝廷から選ばれた臨時の役職だったんですね。つまり征夷大将軍の意は衍氏で、彼らを征伐する。だから衍氏を征伐する征夷大将軍、こういう意味があったんですね。ところがこの征夷大将軍には独特の権利がありました。何かというと、戦時においては遠征中に何らかの不可抗力によって兵力が足りなくなったり、兵糧が足りなくなったりするのはいつの世も常識です。でもその時にいちいち都に兵力や兵糧を送ってもらうように頼んでいたら戦えるわけがないですよね。そこで戦時において兵糧を集めるという徴税権、兵を集めるという徴兵権、これを朝廷から征夷大将軍は委任されていたんです。で、この徴兵権と徴税権がやがて大きくなることによって、征夷大将軍は朝廷から独立して独自に軍事政権を作ることができるトップとして、1192年に源頼朝が朝廷から任じられて鎌倉幕府がスタートしたんです。つまりそもそもは戦時における徴税権、徴兵権、これがやがて行政権と軍事権に変わって、朝廷から委任されて独自の軍事政権を作ることができる、その証として征夷大将軍に任じられるという流れがあったんです。で、その後ですね、鎌倉幕府においては執権だった北条氏が力をつけて源氏は滅び、征夷大将軍は名目だけの存在として摂関家あるいは皇族が就任するだけだったんですけれども、名目ではあったとしても武家政権、幕府を支えるトップはやはり征夷大将軍、執権はその征夷大将軍の補佐として号令をかけるんですよね。で、皆さん、この元寇という有史以来最大の外敵です。で、皆さん、外敵というのは衍氏もそうなんです。なんでこんな名前をつけるかというと、このこういう意味なんですね。異敵なんですよ、要するに。征夷の意は異敵、これは中国語で外敵という意味です。この異敵を征伐する将軍としての重責があるわけなんですね。征夷大将軍はその名前からして衍氏を征伐する、やがてそれは異敵、つまり外国の外敵を成敗する、そういった意味の将軍という意味を含んでいたんです。だからこそ征夷大将軍は名目であったとしても執権としてそれを補佐し、まさに異敵を成敗する将軍としての重責を鎌倉幕府全体で果たした。だからこそ、あ、やはり征夷大将軍なんだと、武家政権が我が国において高い評価を得ることができることにつながっていくんですよ。征夷大将軍は単なる役職ではない、異敵、外敵を征伐する将軍だと、そういうふうに解釈されて、現実に鎌倉幕府は異敵、健康を成し遂げた、異敵を倒すという原稿を成し遂げたから武家政権が支持された。ここでね、一つの、歴史上の疑問が解決されるんです。何かというと、鎌倉幕府が滅びますよね。滅んだ後一時期朝廷が実権に来てませんでしたか。後醍醐天皇ですよね。
後醍醐天皇によって建武の神聖が一時行われました。しかし数年後ですね、今度はさらに足利尊氏、彼が新たに征夷大将軍に任じられて室町幕府が開かれる。なぜか、それはもちろん当時の後醍醐天皇による失政も大きかったと思いますが、やはり武家政権の信任というのが大きいわけです。だからこそ室町幕府ができた、それも許された。なぜか、征夷大将軍だからです。で、室町幕府の次は江戸幕府、江戸幕府もやはり征夷大将軍、そういった流れがあって、武家政権は頼朝以来700年近くも続いたわけです。しかし始まりにあれば終わりもある。何かというと、じゃあなんで江戸幕府が潰れた後明治新政府ができたのか、これも実はこれなんです。どういうことかと言いますと、江戸末期、幕末19世紀の後半、何がありましたっけ。ペリーによる来館の来航がありましたね。で、開国などによる混乱が続きます。じゃあその時江戸幕府はどんな対応を取りましたか。征夷大将軍ですよ。伊敵に対して何だかしましたか。外国に対して例えば武力以外でもいいじゃないですか。別に武力に限らない、俺たちは俺たちの道を組んだと断固として戦うんだ、断固としてお前たちを寄せつけないと、そういう意思でもいいじゃないですか。そういうの見せましたか。見せてないでしょ。つまり異敵を征伐するというのはもう一つ言葉がありますよね。これですよ。攘夷じゃないですか。征夷大将軍でありながら攘夷をしましたか。してないでしょ。つまり外国に対して武力以外も含めた攘夷を行う意思を征夷大将軍としての江戸幕府が明確に示すことができなかった。それゆえに武家政権全体の信頼を失い明治新政府を誕生を呼んだ、こういった流れも説明できるということです。